はい、どうもプロボーラーの加藤です。いつもありがとうございます。今回もアキュラにツアープレミアム4を投げます。今回はですね、横須賀店でプルーフパールと投げ比べてみたいと思います。八景店ではですね、グラスプ2とアキュライズ7と投げ比べましたが、今回はプルーフパールと投げ比べます。信頼と実績のナノですと、はい、信頼と実績をもうすぐ手に入れそうなプルーフパール、どちらが本物の信頼と実績があるのか比べたいと思います。それでは早速投球いたします。最後までご視聴よろしくお願いいたします。はい、まずはですね、ツアープレミアム4からいきます。はい、やっちゃいますよ。よし、曲がりすぎ、厚め4番でした。さあスペア取っていきましょう。ツアープレミアム4めちゃめちゃいいんですけど、グラスプ2とアキュライズ7と比べて、まあ、曲がりは全然申し分なかったんですけど、点数では負けてしまっていました。今回はプルーフパールに勝てるのかどうかお楽しみにください。さあ続きましてプルーフパールです。いきます。もちろん手は抜かないですからね。どっちも思いっきりストライク狙います。完璧だ。わー、惜しい。タップ、惜しかったです。はい、こちらも9本スタートとなりました。厚めの4番、ちょっと入りの甘かったんですかね。天品。さあアジャストしていきますよ。よし、1回目はドローです。さあもう一度戻ってプレミアム4です。さっきは暑かったですからね。いきます。さあこれでどうだ。うおー、ちょっと薄いけど破壊力満点のピンアクションです。さあプルーフパールいきますよ。天品タクトアジャストしましょう。さっきの感じだと、よし、行きます。ほい、うわ、まだタップ、ちょっと曲がり終わっちゃって当たってるんですかね。なんかそんな感じでしたね。今もっとぐーっと寄ってくるのかなと思ったんですけど、そんなことなかったです。ちょっと幅使いすぎてるのかもしれません。OK、 よし。はい、ツアープレミアム4はさっきちょっと薄めだったので、もうちょいアジャスト必要ですね。ジャストに入れるために。さあ行きますよ。オッケー。うわー、あの天秤の倒し方がやっぱりナノですですよね。素晴らしいです。さあ2連続天品が残ったプルーフパール、そろそろ行きますよ。ちょっとやっぱ幅使いすぎたと思うので、立つ位置戻ってみましょうか。行きます。こ
これでどうだ、ちょっと出過ぎか。今のだとちょっと手前から出ちゃってますね。もうちょい絞った方がいいのかな。あれを絞るとなんか今度折れちゃいそうで難しいです。やばいです。プルーフパール、ちょっと次のためにこれもプルーフパールで取りますね。中だな。はい、ということでいきますよ。アキラインツアープレミアム4です。さあ皆様、やばくないですか、この転がり曲がりピンアクション本当にすごいです。いきますよ。いや、やっぱりちょっと今打ちかなと思ったら、はい、途中で折れてスプリットになってしまいました。いやー、ここでまさかの、はい、面白い勝負になってきました。これはちょっと曲がるんですけど、ツアープレミアム4で狙ってみたいと思います。結構内側から行かないと届かないですからね。これでどうだ、曲がってこい。おお、素晴らしいです。ピンアクション、スペアの時でも良さを発揮してます。さあ逆転するならここしかないですね。プルーフパールいきますよ。オイルのあるところをしっかり投げましょう。手前から出さない、いきます。これでどうだ。 OK、 完璧でしたね今のは。さあ面白くなってきましたよ。これパンチアウトするとプルーフパールの勝ちじゃないですか、3ピン差で。はい、そうなりますよね。プルーフパールにプレッシャーを与えるためにもツアープレミアム4はパンチアウトしないといけません。しっかり拾いすぎないように気をつけないためです。フッキングポイントまでちゃんと球を行かせてあげましょう。いきます。はい、 OK。 ちょっと薄いか、でも本当すごいですね。あのピンアクション本当にすごい。厚めだとやっぱ当たってから食い込んで4番という可能性があるんですけど、薄めのチャラチャラって倒すピンアクション本当にすごいです。さあ10フレ2度目いきますよ。よし、素晴らしい、完璧です。はい、さあラスト、カウントも大切ですからね、最後までしっかり投げましょう。はい、キラインツアープレミアム4、めちゃくちゃいいです。よし、さあラスト、完璧なで、OK。 いや本当に天秤の叩き方が神です。さあ逆転するにはプルーフパールはパンチアウトしかないです。いきますよ。9フレ完璧なストライクでしたからね、もうあれを再現すればいいだけです。さあいきますよ。あ、ちょっと内側だ。あー、や
やっぱり、いやー出なかったですね、球が力んでしまいました。10月にですね、プルーフパール発売して、いやこれは本当に紙ボールだと思ったんですけど、もちろん紙ボールなんですよ。けどツアープレミアム4がさらにちょっとその上を行く、僕の個人的な意見ですよ、行く感じなので、やはりですねこのプレミアムコアめちゃめちゃいいですね。さあもう一個ぐらいストライク出しましょう。プルーフパール行きます。打ちミスしない、 OK。 外ミスもしない、 OK。 さあどうだ、熱いか、もっともっと内側だったんでしょうね。はい、ということでですね、プレミアム4逆襲が始まりましたね。ついに勝てました、スコアでも、はい、ストライクを見ていただければ分かる通り、やはりプレミアム4めちゃめちゃピンアクションいいですね、はい、11月21日発売なので、皆様ぜひ注目してみてください。まあ、ヘビー系ではないんですけど、本当にミディアムヘビー、ミディアムで使うんであればツアープレミアム4間違いないと思いますので、ぜひチェックしてみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。Thank you.